えー、効率よく物事を進めたいってのは皆さんね誰しも考えることだと思います、えー、私もねよくご質問いただきますセルフバック暗号通貨 FX 効率よくう,うまくいく方法はないかなと時間がないんで、えー、効率よく力をつける方法はないでしょうかってねよく聞きますよね、えー、はっきり言ってね効率よくトントントンとワンツースリーステップで進む方法はな,ないことはないんですよね ないことはないんで、伝えてあげたいんですけども、多分その効率がいい方法っていうのは、使いこなせないんですよ。多くの方がね。その効率の良さを使いこなせないということですよね。えー、例えてみれば、フェラーリみたいなスーパーカーっていうのは、ものすごく速く走るっていうものにはね、長けてると思うんですよ。うん。でも、その、いきなりね、フェラーリ運転できないでしょってことなんですよ。だから最初は 1500cc ぐらいの、うん、まあ普通のカローラ2とかね 1800cc ぐらいの車が多分いい感じで走れるんですよね。で最高スピードはそんなに出ないですよ、うん。もちろんもうエンジンが違うんでね。ただそういうところでその、まあ、自分で扱えるマシン自分で扱えるエンジンこういったものからまずはやっていってうまくいくようになってこのマシンは自分のもう限界値出せないなと思ったら次に えー、2500とか3000みたいに乗り換えていって 5000cc とか 6000cc に行ってまあ、最後は、まあ、スーパーカーみたいになるわけですよねまあそう考えていかないといけないのかなと効率のいい方法を渡したところでそれ使いこなせないから困っちゃうんですよねうん。確かにねあのアフィリエイトで効率よくサイトを了承せずに稼ぐ方法を知りたいっていう風な気持ちはあると思いますけどもじゃあ キーワードを分かりますかとかね SEO って理解してるかトレンドってどういう測るんですかとかねどんなあのライティングをすればいいのかどんな画像をはめればいいのかってことになってくるとついていけないんですよほとんどの方はだから今ある力でやっていこうと思ったら量をやるしかないということこれがまっすぐ効率的だというふうに私は考えますですので一見非効率と思えるものを私はねおすすめすることであって 人人の人間ののの間スペックが高ければ効率のい,いものをねもうお渡ししたい本当にお渡し,したいんだけども残念ながら、うん、時間も作れないお金も作れなかった自分の今までの人生に不満があるっていう風なあのコストパフォーマンスの申し訳ないけどもコストパフォーマンスの悪い人生を歩んでいる人に効率のいい方法が使えないんですよね。 だから全てにおいて勝ち抜いてる人とか全てにおいてもうね1を知ったら10を知るぐらいの人に対しては効率のいい方をポンと渡してあうまくいきましたなんですようんだからここは、ね、非常に悩ましいんですよねだから私は量をやるのが一番早いいいいんじゃないかなかといつも思いますそれはね本当に普通の人は効率のいいものが扱えないってことなんですよね。 私に質問されるといつもそういう答えしかできないんで、うん、効率のいい方法かとかね思っちゃいますよねちょっとねさあどうしましょうかって感じですかねそれでは以上でございます